首位争いを繰り広げる巨人。大きな原動力になっているのが、完全復活した菅野智之だ。選手データ、小林誠治プロフィール、通算成績、試合速報。今季17試合登板で11勝2敗、防御率1.89。抜群の安定感で複数の投手タイトルを狙える位置につけている。忘れてはいけない存在が小林誠治だ。 菅野が今季登板した全試合で先発マスクをかぶっている。スポーツ指揮者は、菅野がコンディションを取り戻し、投球の精度が上がっていることは間違いないですが、配球面の組み立てや声かけなどに要望役として支えている小林の貢献度が非常に高い、と評価する。強い絆で結ばれている同学年の2人は、勝負どころの夏場も不可欠な存在だ。 小林は安倍晋之助監督の就任が野球人生の転機になっている。かつては正捕手として活躍し、2016年から3年連続リーグトップの盗塁阻止率をマーク。17年の WBC では侍ジャパンの正捕手として全7試合でスタメン出場し、準決勝、アメリカ戦ではアダム・ジョーンズの盗塁を阻止した。打撃面でもチームトップの打率点450。 一本塁打、6打点の好成績を残し、星としての評価を高めた。だが、その後は打撃で結果を残せなかったことから出場機会が減少。大城匠に正捕手を明け渡す形となり、一軍定着もままならなくなった。そして、絶対的エースとして君臨していた菅野も陰りが見え始める。21年は6勝に終わり、 昨年は地震最小の14試合登板で4勝8敗、防御率3.36。投球回数は77回3分の2とプロ入り後初めて100イニングに到達できなかった。